咲です。今日は初めての週刊スパさんの撮影に来ています。初のソログラビアで、紙面も初めてのグラビアということでとっても緊張しているんですけれども、今回のグラビアはツイッターで投票してもらった衣装になります。で、4つの候補があって、ワークマン女子、そしてこのバニーガール、浴衣、オイランの4つがあった中からバニーガールがなんと 55% も投票があったということで、バニーガールに決定しました。すごいかっこいいクラシックなバニーガールです。撮影頑張ってきます。はい、今度は2階にやってきたんですけれども、すごいクラシックなスタジオで、なんか昔喫茶店とかやってたのかなっていう感じの、すごいレトロな雰囲気です。見てください、これ。後で乗ってみたいと思います。外にもウサギがいました、さっき。ウサギ、すごい。今日は本当に天気が良くて、ここに来た時はちょっと涼しかったんですけど、すごいポカポカないい気温になりました。すごい結構森の中ですごいたくさん緑もあって、すごく癒されます。たくさん緑があると、一人だったのですごい心細いかなと思ったんですけど、すごくスタッフの皆さんが本当に本当に温かくて、心まであったかいです。残りも頑張ります。本当になんかいっぱいレトロなものが、椅子とかもすごい可愛い。いいですね、なんかこんなスタジオなかなかないか、新鮮です。しかもこれにバニーでいるっていうのがまた面白いです。2着目の衣装に着替えてきました。この白のランジェリーで2着目は撮影します。
これは YouTube は上しか映さないので、ぜひ皆さんスパさんをチェックしてください。行ってきます。あ、前髪も戻したりしてヘアチェンジもしました。行ってきます。3着目の衣装は赤のランジェリーなんですけれども、かなり過激なので、多分一番史上最高過激なんじゃないかなと思うぐらいすごくセクシーなので、 YouTube ではお見せできないんですけれども、ぜひ本誌で絶対絶対チェックしてください。本当にいい写真がたくさん撮れました。私も楽しみです。ハンターチェックしてね。はい、この動画が良かった方はぜひチャンネル登録、コメント、そして高評価よろしくお願いします。